その月の10日にギルマンは診療所の扉を叩き、心配していたほどには体温が高くないので驚いた。医師は厳しい問診を浴びせ、神経の専門家に相談するように勧めた。考えてみれば、大学の医者にかからなくて幸いだったのだ。ウォルドロン・ロー医師はもっと口やかましく聞く質で、以前もそんなに根を詰めるなと言っていたのだし、西洋を敷いてきたに決まっている。そんなことができるものか、今にも我が方程式群から大いなる結果が得られそうだというのに。彼は確かに基地の宇宙と第四の次元との境界に迫っているのであり、この先どこまで行けるか誰にわかる。だが、こんな考えが浮かんできた時ですら彼は自分の異様な自信の源についていぶかしく思っていた。ひしひしと迫るこの危険な感じのすべてが、日一日と重ねられていくページに書かれた公式から来ているのだろうか？閉ざされた頭上のロフトから聞こえるような気がするひそやかで柔らかい足音は、気をめいらせるものだった。今ではその上、彼にはとてもできない何か恐ろしいことをやってのけるようにと、何者かが絶えず促している感じが強まってきさえしたのだ。無遊病はどうした？夜中に時々出かけている先はどこだ？はっきりしない音、真っ昼間、完全に目覚めている時ですら、時折何かに紛れて全く同じものが聞こえてくるような、そんな音は一体なんだ？その律動は地上のいかなるものとも調和せず、ただ、口にするのもはばかられるサバとの詠唱の表紙の一つ二つのみがそれと合うようで、時として彼は、夢に現れる全く異質な深淵の中で耳にするぼんやりした叫びや方向の持ついくつかの属性が、それと一致するのではないかという恐れを抱いた。その間にも夢は極悪非道になっていった。今や寝入り端の浅い夢の中に現れる邪悪な老女の姿は厄介なほどはっきりしており、彼にはそれがスラム街で彼を驚かせた老婆だとわかった。曲がった背中、長い鼻、しなびた方は見間違いようがないし、見苦しい茶色の衣服も記憶にあるのとそっくりだ。老婆は顔に醜い悪意と歓喜の表情を浮かべ、目が覚めた時彼は催促し脅迫するしわがれ声を思い出すことができた。彼は黒の男と会い、皆共に究極の混沌の中心にしつらえられたアザトースの玉座へと行かねばならぬ。こう老婆は言うのだ。独力で進めた探求が核なる奥義に達した今、彼は己の血でもってアザトースの書に署名し、新たなる秘密の名を得ねばならぬ。彼が老婆とブラウン、ジェンキン、およびもう一人と共に、混沌が座するところ、過疎劇横笛が心を持たぬようでなるかの王座へと赴くことを妨げているのは、ある一つの事実だった。そう、彼は、アザトースの名をネクロノミコンの中で見たことがあり、それが表すものはあまりの恐ろしさに人間の手では描写することのできない原初の邪悪だと知っていたのである。老婆が出現してくるのは決まって、下向きへの傾斜と内側への傾斜とが交わる隅の部分に漂う薄い木からだった。結晶化する地点は床よりも天井に近く、別の夢へとたゆたっていくまでの間に見える姿は次第次第に接近し、少しずつはっきりしてきたのだ。同様にブラウン・ジェンキンもだんだん近寄ってきて、この世ならぬスミレ色の輪行の中、紅白色の牙をショッキングにきらめかせていた。そいつの発する忍び笑いはますますギルマンの頭の中に立ちするようになり、そいつがどんなやり方で、アザトース、ニャルラトホテップ、という言葉を発音したか、朝になっても思い出すことができた。深い夢の中でも同様に全てが一層はっきりしてきて、ギルマンは自分を取り巻く黄昏の深淵が第四次元のそれであると感じた。そこにある有機体の中で、いやらしさがほとんどない。バラバラで無目的な動きをするものは、おそらく我々自身の惑星の生命体からの遮影であって、その中には人類も含まれるのだろう。他の者どもについては、それら自身が本来属する単数ないし複数の次元圏の中で一体何者なのか、
彼には考えてみようとする勇気さえなかった。もう少し目的のある動きを見せる者どもの中の二つ。一つは玉虫色をした回転楕円体の泡からなるかなり大きな周村がで、もう一つはずっと小型の未知の色をした急速に表面の角度を変化させ続ける多面体。は彼に注意を払っているようで、彼が巨大なプリズムや迷路や立方体と平面のクラスタや疑似建造物の中で位置を変えると、それに応じてふらふらと前になり後ろになりしながら後をつけ、その間中ぼんやりした金切り声と方向がどんどん大きくなってくるのだ。あたかも何か全く耐え難い強度を持つおぞましいクライマックスを迎えつつあるかのように。4月19日から20日にかけての夜に、事態は新たな展開を見せた。ふわふわと進む泡沫の塊と小型多面体に先導されながら半ば不随意に黄昏の深淵を動いているとき、隣り合った巨大なプリズムクラスタの稜線が奇妙に規則的な角度を構成しているのに気づいた。次の瞬間彼は深淵から外に出て、震えながら、強烈な緑の拡散光を浴びた岩がちの丘のふもとに立っていた。裸足で寝巻きのままの彼は、歩こうと思っても足がほとんど動かないことを見出した。渦巻き雲やに隠されていないものは目の前の斜面だけで、そのもやから音が突発してくるのではないかという考えに彼は身を縮めた。その時彼は苦労しながら這い寄ってくる二つの姿を見た。老婆と毛皮で覆われた小さなものだ。老婆は膝をついて身を起こし、両の腕をおかしな風に交差させようとしていた。その一方ブラウンジェンキンは恐ろしくも人間のものに似ている前足を覆いたしんどそうに持ち上げ、ある方角を指していった。自分が生み出したのではない一つの衝動に突き動かされて、ギルマンは老婆の両腕がなす角度及びましい一つの前足が指示する方向によって決定される進路を目指して足を引きずっていったが、三歩も進まないうちに例の黄昏の深淵に戻っていたのだ。彼の周囲には幾何学的な形態どもが波立ち、いつまでもクラクラするような感じがあった。ついに彼はベッドの上で目覚めた。そこは不気味な古屋敷の中の気違い地味た角度を持つ屋根裏部屋だったのだ。その朝はもう何をすることもできず、すべての講義をサボった。何かよくわからない誘引力が働いて、彼の目をどうも見当違いな方向に引っ張っていくため、何もない床の一点から目を離すことができなかった。日が昇っていくにつれて彼のうつろな目は焦点を結ぶ位置を変え、昼までにはガランとした空間を見つめる衝動を抑え込むことができた。彼は2時ごろ昼食を取りに家を出たが、町の狭い工事をたどっているうちに、自分が必ず南東を向いてしまうことに気づいた。チャーチ街のカフェテリアに泊まるのも一苦労で、食後、自分を牽引する未知の力が一層強まっている感じがした。結局のところ、彼は神経の専門医に相談すべきだったのだ。おそらくは無遊病と関連があったのだし、だが当座は、少なくとも自力で病的な呪縛を破ろうと試みるくらいのことはできたようだった。疑いなく彼にはなお牽引力から遠ざかる方向に歩けたのであり、だから意を決してその力に背く方角に向きを変え、ギャリソン街をあえて北へとずるずる進んでいったのだ。やがてミスカトニック川に架かる橋にたどり着いた彼は、上流に目をやって冷や汗をかき、鉄の欄干を握りしめた。そこには悪評にまみれた島があり、午後の日差しの中で、立ち並ぶ太古の石群がなす規則的な線がぼんやりと不機嫌そうに浮かび上がっていたのだ。そこで彼は歩き始めた。その錆びれた島にはっきりと生き物の姿が見え、二度目に見たとき、間違いなくそれが夢に現れ夢そのものを破るほどに不吉な表情を持った異様な老女だとわかったからだ。老女のそばの高い草もまた揺れ、あたかも他の生き物が地面近くを這いつくばって動いているかのようだった。老女がこちらに向かって振り向き始めたとき、彼は慌ただしく橋から離れ、町の迷宮にかくまってもらおうと、鳩場地帯の路地に逃げ込んだ。しかしながら彼は、
島から遠ざかっても、茶の衣をまとい腰の曲がった老女が残酷な目から醜いで信じがたい邪悪を発するのを感じていた。南東方向への牽引力はなおも強く、古屋敷に入ってガタガタ言う階段を登るには途方もない決意が必要だった。彼は何時間もわけもなく黙りこくったまま座り、目を次第に西へと向けていった。6時ごろ、鋭敏になった耳によって二階下でジョーマズレビッチが唱える哀れっぽい祈りを捉えた彼は、必死の思いで帽子をつかみ、夕映えの街へと歩み出した。今度はそれがどこに導くにせよ、南への牽引力のままに向かっていった。1時間後、彼は首くくりのセハングマンブルックの向こうの暗い空き地に出ており、前方には春の星々がギラギラとしばたいていた。歩きたいという気球はいつの果敢に、宇宙に飛び上がりたいという謎めいた気球に変わっており、突如、彼は牽引力の源がどこにあるのか理解した。空だ。星々の間の特定の点が彼を渡せと請求し、彼を呼んでいた。明らかにそれは海蛇座とアルゴ座の間のどこかにある一点であり、明け方に目を覚ましてからずっと自分がそこを恋願っていたことを知ったのだ。朝の間それは地下にあった。今それはほぼ南にあってじりじりと西に動いている。この新事態は何を物語っているのだろうか？自分は発狂しかけているのか？こんなことがいつまで続くのか？再び決意を新たに。ビルマンは振り向き足を引きずりながら不吉な古屋敷へと帰っていった。マズレビッチが彼をドアのところで待ち構えており、不安と反発を見せながら、新しいちょっとした迷信話を囁いてきた。魔女の日の話だった。ジョーは昨夜お祝いのために外出していて、その日はマサチューセッツ州の愛国者の日だった。帰宅したのは深夜だった。屋敷を外から見て、最初はギルマンの部屋の窓が暗くなっているなぁと思ったのだが、その時、中からぼんやりしたスミレ色の輝きが見えた。アーカムのものなら誰でも、その光がケザイアの魔女の火であり、ブラウン、ジェンキン及び老婆自身の亡霊のそばで遊ぶのだということを知っていたため、大家は下宿人の紳士にその光について警告したかった。これまでこの話をしたことはなかったが、今やそれを告げねばならぬ。それが意味するのは、ケザイアと長い歯を持つ使い魔が、若い紳士に取り付こうとしているということだからだ。時折、彼、ポール、チョインスキ、および大家のドンブロウスキは、若い紳士の部屋の上にあると座されたロフトから割れ目を通してそのような光が漏れ出すのを見たことがあると考えていたものの、それについては黙っていようということになっていたのだ。しかしながら当の紳士にとっては、他の部屋に移り、誰か居場につき神父のような良いお坊さんからクロスを受け取る方が身のためだろう。取り留めのない話を聞きながら、ギルマンは名乗しがたいパニックに喉笛をつかまれたような気がした。昨晩、ジョーは半ば酔っ払って帰宅したのを知っていたものの、屋根裏部屋の窓にスミレ色の光が見えたという話には恐ろしい重要性があった。その揺らめく光こそ未知の深淵に沈む前の浅くより鮮明な夢の中で、常に老女と小さな毛皮野郎の周りを遊び回っていた種類のものであり、自分以外の目覚めた人物がこんな夢の中の光を見うるなどということは、正気の領域を遥かに逸脱していた。しかし、この人物はどこでそんな奇妙な考えを得たのだろうか？自分は夢を見ながら家の周りを歩き回るだけではなく自分のことでも語っているのだろうか？いや、とジョーは言った。そんなことはありませんでしたよ。だがあなたはそのことを注意していないとね。フランク・エルウッドなら何かを話してくれるだろう。質問なんかしたくはなかったが。発熱、放蕩な夢、夢中遊行、幻聴、空の一点への誘引。そして今度は夢中発話の権利。勉強を中断して神経の専門医に見てもらい、
自分で自分を何とかしなければならない。2階に上がった時、エルウッドのドアの前で足を止めたが、若者は外出中だった。いやいやながら階を上り続け、自分の屋根裏部屋に入って暗い中に腰を下ろした。視線はやはり南向きに引っ張られていたが、同時に、耳を澄ましている自分にも気づいた。閉ざされた頭上のロフトから何か音がするのではないか、そして低く傾いた天井から微細な隙間を通して邪悪なスミレ色の光が漏れ出しているのではないかと半ば想像したのだ。その夜ギルマンが眠りにつくと、強みを増したスミレ色の光が注ぎ、ローマ女と小柄な毛皮野郎が今までになく近づいて、人のものならぬ金切り声と悪魔的な身振りで彼を愚弄した。彼はぼんやりとした吠え声が響く黄昏の深淵に沈み込んでいくのが嬉しかった。玉虫色の泡の周村がと万華鏡のように変化する小型多面体が追いかけてくるのはじれったく、脅迫的であったけれども、その時転移が起こった。不気味にもヌメヌメとした物質からなる広大な平面が彼の上下から迫り、互いに接近して、一瞬の潜網状態と未知の光と共に集結した。その異様な光は気、紅、愛が分かちがたく入り組んだ狂気の混合光だった。彼は奇想天外な欄干のあるテラスに半分倒れていた。眼下にはこの世のものとも思われぬ信じがたい山頂が、金星の取れた平原が、ドームが、光塔が、小仙塔の上にバランスよく乗る水平の円盤が広がり、加えて、数えきれないほどのなお一層豊昇な形の像が、石像もあれば金属製のもあった、多色に彩られた空から降り注ぐ火傷でも起こしそうなの光輝を反映して、絢爛豪華たるきらめきを放っていた。視線を上げると、無限の果てに低く波打つ山影の上に、驚くべき大きさの三つの円盤がそれぞれ異なった色、異なった高度で燃えていた。振り返れば、塔をなすテラスの群れがより高いところまで行く層にも重なり、目に見える限りどこまでも続いていた。下方の都市は見晴れるかすはるかなどを落ちまで広がり、彼はそこから一切の音が聞こえてこないことを望んだ。彼は歩道の上に容易に体を起こすことができたが、縞模様のある磨かれた敷石がどんなものか見分けることができず、切り出されたタイルの形状は奇怪な角度を持っており、非対称的というよりも、地上のものではなくかの理解の及ばぬ何らかの対称性に従っているのだという考えが頭に浮かんだ。腰の高さまである欄干には繊細で空想的な仕上げがしてあり、一方では手すりに沿って類稀な技巧で作られたグロテスクで小さな像が短い間隔で並んでいた。それらの像は欄干全体と同様にある種の輝く金属でできていたが、混沌とした種々の色の光輝の下ではその金属が何色なのか判断することができず、その性質についても推測を全く許さなかった。肖像が表しているものは、細長い膨大部を持つ何やら樽型の物体で、中心部にある輪から薄く水平な腕が放射状に伸び、樽の頂部と基部からノブないし球体が垂直に突き出していた。これらのノブを起点として、ちょうど人手のような配置で、長くて扁平な腕がそれぞれ5本ずつ飛び出し、それらの先端は三角形の形に細まって、中央の樽型から幾分離れて幾向きに曲がりながら、ほぼ水平に伸びていた。下側のノブの基部は長い手すりと大変に繊細な接点で固定されていただけなので、いくつかの像は取れてなくなってしまっていた。肖像は高さが10センチ強、トゲ状の腕を含めると直径は最大で6センチ強だった。立ち上がると、裸足の足にタイルが厚く感じられた。全く一人ぼっちの彼が最初にしたのは、欄干まで歩き、700メートル近く下方に果てしなく広がる目もくらむようなキュプロプス式の都市を見やることだった。耳を澄ましているうちに、下の狭い町から幅広い音域にまたがる音楽的な笛の音がかすかに混沌たるリズムを奏でているような気がしてきて、そこにどんな住民がいるのか知ることができればいいのになぁと思った。
しばらくすると、その景色はめまいを催すようなものになってきて、思わず錆びついた欄干を掴んだおかげでなんとか歩道の上に倒れずに済んだ。彼の右手は突き出した像の一つに当たり、その感触は彼を幾分落ち着かせたようだ。だが、極めて繊細な金属細工にとってはそれでも十分すぎ、彼の手のひらにはトゲのある像がもぎ取られて残ることになった。まだ半ばぼんやりしたままの彼はその像を掴んだまま、もう片手で手すりの滑らかな部分を握っていた。だが、超鋭敏になった耳が背後に潜む音を捉え、彼は振り返って水平のテラスを見渡した。静かにしかし特にこそこそした様子もなく5つの姿が近寄ってきた。そのうち2つは悪の老婆と牙を生やした毛皮野郎だった。残りの3つこそまさに彼の意識を失わせたものだ。高さ約2メートル半ほどの生命体で、その形態たるや欄干のトゲ上昇像と真そっくり。それが下側の人手上司を雲のようにのたくらせて進んでくるのだから。ギルマンはベッドの中で目を覚ました。冷や汗でぐっしょり濡れ、顔と手足がヒリヒリしていた。床に跳ね降りると気も狂わんばかりに急いで顔を洗い服を着た。一刻も早くこの家から出なければならないかのように、どこに行きたがっているのか自分でもわからなかったが、今日も講義を犠牲にしなきゃならなくなるなと思った。海蛇座とアルゴ座との間にある空の一点への奇妙な牽引力は弱まっていたが、もう一つのより強い力が取って変わっていた。今、彼は北に向かわねばならぬと感じていた。どこまでも北に。ミスカトニック川中の荒涼たる島を見るのを恐れてこの前の橋を渡らず、その代わりにピーボディアベニュー橋を渡っていった。何度も何度もつまずいた。彼の目と耳は青空の極めて高いところにある空虚な一点に縛り付けられていたからだ。約1時間後、彼は幾分落ち着きを取り戻して、町から随分離れたところまで来たことに気づいた。辺り一面寒々とした空爆たる潮沢で、目の前には一本の狭い道が彼を誘い、その先はインスマスまで伸びていた。古い、半ば見捨てられた町で、大変奇妙なことにアーカム市民は訪れたがらないのだ。北への牽引力派減弱していなかったが、彼はもう一つの牽引力に逆らったのと同じくそれにも抵抗し、最終的には二つの牽引力をほぼ相殺させられることを見出した。とぼとぼ歩いて街に戻ると、ソーダファウンテンのところでコーヒーを飲み、重い足を公共図書館に運ぶと、あてもなくパラパラと軽い雑誌類を眺めた。一度友人たちと顔を合わせ、友人たちは彼が随分奇妙に日焼けしているなぁと言ったのだが、彼は散歩のことを話さなかった。3時、彼はレストランで昼食をとり、牽引力が減弱あるいは分裂したことに気づいた。その後、安っぽい映画で時間を潰し、何の注意も向けないままに馬鹿げた演技を繰り返し繰り返し見た。夜9時になって家路をたどった彼はよろめく足を引きずり引きずり古屋敷に入った。ジョーマズレビッチが哀れっぽい声でわけのわからぬ祈りを唱えているところで、ギルマンは急いで自分の屋根裏部屋に入り、エルウッドが在室しているか確かめもしなかった。ショックに襲われたのは、弱々しい電灯のスイッチを入れた時だった。まずはテーブルの上にそこにはないはずの何かが乗っていると思ったのだが、二度目に見た時にはもう疑うべくもなかった。横倒しになっていたのは、自立できない形だから、風変わりなトゲ状の像で、ましい夢の中で幻想的な欄干から降り取ったものだった。どこも欠けていなかった。膨大部を持つ樽型を中心に薄い腕が放射状に伸び、両端にはノブが、そのノブからは外側に向けて緩やかに湾曲した平べったい人手状腕部が、すべてがあった。電灯の光の下ではある種玉虫色の光を放つ灰色に見え、緑の島があった。そしてギルマンは恐怖のただ中で見たのだ。片方のノブの先はギザギザに割れていて、
夢で見た手すりに残った取り付け部分の断端にぴったり当てはまっていること